はい、どうもピパです。今回はこちらのエリスロミクロンと花火の水槽メンテナンスしていきたいと思います。まあ、見ての通りガラス面の苔がやばいですね。これは何苔ですか？茶苔？ガラス面にびっしりとついてるやつが苔、茶苔で、うちの水槽にはスネイルちゃんが2匹入っています。この子たちがちょっと頑張ってくれてるんですが、まあさすがにちょっとね、掃除を放置しすぎましたね。まだらになってるのはスネイルちゃんが頑張ってくれたとこだと思います。で、余談ですけど、スネイルちゃんのベイビーが生まれました。多少増えてくれる分には問題ないです。アベニバファーの餌になるだけですね。エリちゃん、まあ、花ちゃん、早いわ。そうそう、この子たちを撮影するにもこの苔がね、邪魔なんですよね。なんかバックパネル真っ白なはずなのにすごいくすんでますね。ダメだ、掃除しよう。ガラス面の苔落としは普段パクレーザー、プロレーザーのパクリ品使ってるんですけど、小型水槽は上にライトとかもあって作業しづらいので、こちらのオルファ、カッターの刃でおなじみのオルファから出てるスクレーパーですね。これは普通に塗料とか塗装とか剥がすやつ、こちらのスクレーパーを使います。これは厚みもないので細かいとこ作業しやすいです。こんな感じ？疲れた。こんなちっちゃい水槽なのに。もう狭いと疲れるね。ちょっとここが掃除できなくて気になるので、ちょっと石を動かしましょう。ズズズ、あ、やばい、どうする、こんくらいにこの隙間が大事。おかげでこの子がちょっと被害被ってる。大丈夫かな。ちょっと待って、もうちょっと立てるか。あ、やばい、ちょっと待って、立って、こう立てたい。いいね、いいよ。で、ちょっとソイルをソイして、こう、こんな感じで。よし、いいでしょう。一応この汚れたボトムフィルターのパイプ掃除してみましょう。エアポンプ抜いて、
抜いてどうする、これ抜、あ、これ抜いて、オッケーオッケー。さて歯ブラシ、歯ブラシ、100% 水槽の中に汚れが入るね。じゃあ取ったパイプの方も洗っちゃいます。はい、だいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。よいしょ。うん、いい感じ。あ、綺麗綺麗。じゃあ、あとは水を入れて完了。はい、これにてメンテナンス完了です。見て、苔ゼロ、鏡のように反射してる、気持ちいいですね。水草の状態はちょっとこけてますね。エビちゃん頑張ってくれ。あ、真ん中にはロタラインディカをちょこっと植えました。あ、綺麗、パイプ綺麗、いいですね。で、手前にはショートヘアグラス、頑張って増えてくれ。といった感じで小型水槽の定期的なメンテナンスやってみました。定期といって2ヶ月ぐらいメンテナンスしてなかったですね。久しぶりに綺麗になっていい感じです。あとはちょっとこの綺麗になった水槽を眺めてお別れにしたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。